え、何個投げ、1個ずつ投げるんですか。おにわーひそか、おにわーひそか。わー、うち、うわー、ないこれ、人にわー、うち、こっちでしょ、うち、あ、おにわー外、おにわー外、うわー、うち、これ、砂の砂って書いてある。うわー、うち、おにわー外、これ誰が拾うんだろう。うわー、うち、鳩、鳩が食べる。鳩をここに入れてください、明日。おにわー外、うわー、うち、おにわー外、ショートカットを歌ったんですけど、
なんかすごいやたらと緊張する。ミュージックジャパンはなんかいつも緊張するよね。するなんで、なんかコンサートとかよりも全然ミュージックジャパンのが緊張するんだよね。あとお客さんがなんか違うさ、お客さんがたくさんいる、見たことない方とかたくさんいたから、すごい緊張したよね。ね、そうなんだよね。あ、なんか今回はあのなんかトークみたいなのもあったから、今回から、びっくりしたよね。椅子に座って、あ、そうそう、初めてのあのステージ上で、でもスマイレージの衣装がもうボワーンと してて、すっごいスカートが大きいから、なんかリハーサルの時よりも椅子が離れて置いてありました。おー、まあ、ゴージャスということですね。ゴージャスということですね。で、はい、次はじゃんじゃじゃん、いろんな撮影。豆大丈夫ですか？洗いすぎた。いろんな撮影です。まずはの私はあやちょと、飛び立て科学くんのロケに行ったんですよ。築地に行ったんですけど、何をしたかっていうのは内緒なんですけどね、カノン、まさかカノンがっていうようなことをしました。聞いちゃった、よく聞いちゃった、言っちゃった、まさか自分がねそれをやるとは思わなかったんですけど、先輩道重さんとか新垣さんとか、あと中島さんもいてすごい楽しかったです。あとはひらめきのね4人で出ましたね。出た。あのどうだった？ご飯を、苦手な食べ物をなんかあのタレみたいのをかけて美味しくなって食べるみたいな、で苦手を克服するみたいな感じだったんですけど、これはまだ言わないんですけど、何を食べたかね、何を食べたかも言わないんですけど、でもすごかったね、あれは素晴らしかった。あれはね、すごかったですよ。絶対ね、結構いけるよね。いけますよ、かのあれ家で作ろうって思いました。卵、あ、何です、何もないです。あれね、2月18日にオンエアです。あと、飛び出せ科学くんは2月19日に2時間スペシャルの中で放送されるので、ぜひ皆さん見てください。はい、もういつもより拍手が多いですね。はい、いよいよスマイレージ2011年初のシングル、ショートカットの発売が来週に迫っているということで、大丈夫ですか？今回の放送は、前髪パッツリショートカットスペシャルと題してお送りしていきたいと思います。パッツリだぞ、とっとっとっと、それで、それでねね、それで、その前に今日の衣装を見てください。ほら、あのハローのコンサートや、豆豆豆ハローのコンサート、だいぶ持ってきて、はい、あのテレビの時とかは違う衣装なんですけど、これはねあれなんですよ、あのこれは PV バージャッケ写とか PV バージョンの衣装で、このポポポ靴靴、こらこらこれ透明で、なんか中にお花が入ってて、なんかそうね、結婚式みたいな感じ。しかも微妙にみんなお花違うんだよね。素晴らしいですよ。ほら、ハンドメイドです。ハンドメイド、ハンドメイドですよね。あ、手で作った。うん、よし、座りましょう。わ、豆がいらない。すごいこと、豆がすごいことになってるけど、これはハトちゃんを呼ぶしかない。はい、ここで普通歌が来ました。イエーイ。ハッシュのネーム、カズくんさんからです。ゆうかのん、こんばんは。こんばんは。カノンの毛が大丈夫か気になります。ブログで流血がすごいみたいに書いてあったので、めっちゃ心配です。いました、さっきゆうかも。なんか、表すとすると、あの大丈夫なんですけど、ソフトに話すね、ソフトに。脱出ゲームでろの壁の間みたいな感じ。あー、かーかー壁の間みたいな感じですよ。痛い、それは。え、でも見た目はね、全然ね、ソフトじゃない、こっから血が出たのってぐらいね。あ、例えると彫刻刀で指ぶっ刺した感じ。痛いよ、それソフトじゃないよ、ハードだよ。いや、本当にやったことあるんですよ、こうやって、だけど、傷はそんなにひどくないんだよね。そうなんだよね、ブスってなるから。だけど、ここ広げると、あ、そこがみたいな、バースデーカード、バースデーカードみたいな、ハッピーバースデーみたいな感じ。なんでヒールがさ、そもそも、あの前にブログで書いたんですけど、ヒールが折れたじゃん、カノン、あれの、ね、部屋にポッポッといたんですよ。そしたら、カノンがこうやって
なんていうの、リビングでテレビ見てて、そろそろ寝るぞと思って、うん、走って部屋に向かったら、うん、ドドドドサクってなって、あ、掃除中にね、ドドドドサクってなって、おーと思ったら、なんか分かることね痛みが治まるまでとりあえずベッドで寝転がって待とうと思って、うん、顔を伏せてたの、うん、でなんかちょっとまだ痛みがなか治んないなと思って、うん、怖くてなかなか見られなかったんだけど、うん、わかるわかる、ね、でもちょっと刺した時やばかった、見るぞと思ってチラッて見たら、うん、もう足が今流行りの赤なんですよ、うん、足がおしゃれしてて、うん、レッドなんですね、すごい足が、でもお気に入りのねコートもやばく染まったんですよ、あらだから今日着てこれなかったんですけど残念。でもね、でもさ、部屋にヒールが落ちたやつどういう部屋なの、ちょっとじゃ何が落ちてるか見えなかったの、なんだっけ、知らない、ほんとですよ、これは自慢しなくていいから、嘘つきで、まあ、有名だけど、うん、あのちょっとちょっと有名だけど、ほんとにこれは冗談抜きで、うん、なんかね、何を踏んだかもまだね、絶対にヒールとは言い切れない、え、まだ何かは分かんないけど、でもよくヒールじゃなかったら何、怖いんだけど、でも画鋲刺さることはよくあるからそれかもしれないけど、でもそれはない、ただ、つまり落ち刺さったんだよ、やばい、でももう痛い、痛いから、もうみんな痛い、次のコーナーはい、じゃあ次のコーナー、最初のコーナーでしっかりしてよ、あ、待って、服装か、